だから、なんですか、生活水準と、個人の営み、イコール経済の発展じゃない気がするんで、個人の営み、でも別じゃないですか、もう、なんか。一人一人の個人の営みの生活水準が上がれば、経済がこう比例して上がるのかっていうと、そうではない。ってなると、どれだけ自然をうまく使って、この生活環境よりも、よりその自分が耐えれる器と、この環境に対する圧力のを低くするっていう。高く行きたい人はチャレンジすればいいわけじゃないですか。そうすると、なんかこう、経済っていう仕組み自体も、なんか変わるのかなとか、この貨幣、で、なんかこう、もう嫌じゃないですか、金のやりとり。わかります。もう、それですね、もう。なんか、これやってて思ったのは、ものすごい小さく考えてたなと思いました、自分が。前の時、これ多分2、3、2年前ぐらいにやりましたよね。Z で、Z で。まあ、いつもやるからね。そうですね。いや、自分がどういう生活をしたいとかってあんま関係ないなと思って。結局、勝手に作られた、だから壁とか枠とかっていうの、勝手に作られた線なんですよ。それをどうやってね、ぶっ飛ばして私みたいな、この自由な羊みたいなのか。自由じゃない羊もいるんですか？あ、家畜みたいな。家畜みたいな羊いっぱいいますよ。私の、同級生たちとかね、もう。いいブランドの服になってるやつですね。そういうウール100%みたいな。まあ、ウール100%の方がいいんですよ。ジンギスカンとかにされてる同級生たち。こっちだと思うね、あれなんて。確かにそうっすね。私はウール、まあ、ウール100%はね、ただ駆られるだけなんで。でも確かなんか噂に聞いたんですけど、なんかジンギスカン克服したっていう。ああ、あいつにはね、食べさせてます。どんどん羊化させていこうと。失礼の気持ちを もうあの筋肉に そう。私からね、もっと食えって言ってます。人間が人間食ったらどうなんですかね、じゃそれはね、ちょっと、進撃の巨人みたいな。あ。確かに。ちょっと、進撃の巨人みたいな。まあでも進撃のね、羊みたいな。血液反応起こっちゃうんで、危ないですけどね。こういう感じです。こういう感じ。覚醒するかもしれないですまあ、ちょっとそれはね、学生の頃からやった方がいい。から。医学生感じになっちゃう。でも医学生にはおすすめかもしれません。あれ？調子いいっすね。ようだって久しぶりに来たからね、これ。だけど、なんか今日は真面目なあれだから、あんまりそういうのやめてねって言われて。いや、真面目ですけど、なんかこう、考えようってなっちゃうと体固まって、やっぱり出ない気がするんですよね。なんか固まっちゃうと動かなくなっちゃうんで、脳も動かないなと思って。まあね、それは。でもね、結局、その枠とか壁が出来上がってると、家庭にできないから自分でね、ノーって言っちゃうんですただそれが言いたかったっていノーですね。う。ただそれが言いたかった。ノーってつなげたんですね。今日なんか鋭い、鋭いし。そうすると、ローリーでもね、こうぶち込まれると。なんですか、そちらの空気が合ってんじゃないですか。いや、そんなことなくて、ただ私が久しぶりに来てるかという。なるほど。いたや、だでこれでも、いいです。ただこれ楽でしいい。だから、だから要は結局、枠と壁を探すんですよ。まあ、それのために制限がない、そういうのを話す。枠と壁は違うんですか？いやー、まあ、枠っていうのは 2D ですよね。壁っていうのはただ 3D なだけなんで、別にどっちもいいんですけど。どっちもいいですけどね。なんか目的と目標の違いみたいまあ、表現の違い。な。表現違い表現の違いです。なるほど。なんだろう。まあそこはあんまり、あれですね。で、この回は、で、そういった制限のない世界をこう、想像しつつ、